スノーマン FNS 歌謡祭神パフォーマンスで別人踊れるんだの声が上がる。ソレスのラビットドッキリ GP バラエティガチすぎのマイナスとあり余るプラス12月6日嵐相葉まさき40が MC の音楽特番 2023FNS 歌謡祭フジテレビ系をされた。そこで見せたスノーマンのパフォーマンスに驚きの声が上がっているという。 スノーマンは同番組で、デンジャーホリックを披露。さらにラウール、20はグループとは別に、B、ファーストのソタ、22、上腕のカワシリレン、26、多国籍グループ &26、LDH 所属のジェネレーションズの中塚優太、30、と三代目 J ソウルブラザーズで e グザイルの NAOTO、40ダパンプのケンゾ、38、と7人で、 東京ゲゲゲの G120& 醜いシンデレラ FNS リミックスに合わせたダンスパフォーマンスも披露した。ジャーホリックは、メグロレンさん26をメインにしつつ、パートごとにメンバーが入れ替わってセンターになり、残る8人がシンクロした振り付けでバックダンサー的なダンスを披露。歌唱力も踊りながらの成果とは思えないくらい高音なども一切ブレておらず、 完璧です。コラボダンス企画の G120& 醜い c ンエスリミックスではラウールさんがトップバッターでしたが、ダンスがキレキレなだけでなく、動く直前にラウールさんの左肘がピクリと動くという、さりげないけれど非常に目を引く仕草でグッと世界観に引き込まれましたね。スノーマンのパフォーマンス力の凄さが際立つ放送でした。 歌唱前は、スノーマンの9人全員が、MC の相葉さんや視聴者に心身とお辞儀をしている姿も、好印象でしたね。女性誌編集者、他方で、スノーマンといえばそれスノーマンにやらせてください。TBS 系を筆頭にバラエティのイメージが強いため。スノーマンの歌った男初めて見たけど、めっちゃかっこいいですやん。この背の高い子だれ めちゃめちゃかっこいいんです。踊ってる時と終わってコメントしてる時、全く別人みたい。あんなに踊れたとはというか表現力にびっくりしたよ。アイドルの枠じゃないねびっくり。FNS でスノーマン初めてちゃんパフォーマンスめちゃすごい。といった驚きの声が、彼らのファンではない視聴者からも多く寄せられたのだ。前出の女性誌編集者。 スノーマンの本業はバラエティではなくアーティスト活動。彼らのファンにとってみれば、急人がめちゃくちゃ踊れて、かっこよく歌えることはあまりにも当然なことなのですが、彼らのことをよく知らない人から、こうした反応がではないことなのかもしれません。それほどスノーマンは、バラエティで大活躍しているからです。宮舘良太さん。 30が早朝からのバラエティ番組、ラビット。TBSK の伊達様クッキングのコーナーで、超苦労して視聴者を爆笑させたり、佐久間大輔さん、31も同番組でしょっちゅう体を張ったりと、お笑い芸人も顔負けのバラエティスキルの持ち主ですからね。さらに、向井浩二さん、29は、FNS 歌謡で芸能人が本気で考えた。 ドッキリ GP、フジテレビ系、由来のマッサマンが X、ツイッター、トレンド入りを果たしました。向井は、多くの子供たちをファンに持つバラエティ番組、ドッキリ GP でで、負けたらバンジー企画の記憶力対決で、マッサマンカレーの名前が思い出せず、失敗。それがきっかけとなり、バンジー企画は向井の単独コーナー、記憶忍者対マッサマン、へと発展した。 以降、向井はたびたび赤ヘルメットに全身タイツのヒーロー、マッサマン、として記憶力対決を行い、失敗するたびにお笑い芸人も顔負けの爆笑リアクションをしながら、空中に吹っ飛ばされる逆バンジーをやり続けているのだ。そして、ドッキリ GP は子供人気の高い番組のため、向井で覚えている子供も多く、 メイコちゃんが遊びに来てて向かいくん見つけてマッサマン。ってなっててマッサマン人気がすごい。昨日の FNS 見た一般視聴者と子供がマッサマンって踊れるんだ嫌がっててすべ<も>て工事にかっさらわれた。子供たちが歌番組で曲の間ずっとマッサマン探してた。マッサマンの印象強いんだなぁ。といった声が FNS 歌謡祭でのスノーマンのパフォーマンスを受けて、改めて多く寄せられているのだ。芸能プロ関係者。バラエティで人気が先行してしまい、知名度の割にスノーマンがしっかりと踊れるグループなのを知らない人が多かったというのは、マイナスといえばマイナスかもしれません。しかし、熱心にコンサートに足を運ぶ、CD を必ず買うというファン以外は、 まずは、アイドルグループとしては、マスメディアである地上波テレビ番組の活躍から興味を持つことが多いですよね。まず、バラエティ番組でスノーマンをめちゃくちゃ面白い人たちとして認識してもらい、音楽番組でも見かけてダンスや歌ももすごいんだ、となり、その後としたファンになっていく、そんな理想的な流れになりつつありますよね。向井さんのマッサマンを経由して、 子供がスノーマンに興味を抱いてくれていることからも、それは明らかです。同じジャニーズでは、スマップ×スマップ、フジテレビ系、で芸人顔負けのコントを披露したり、メンバー全員が向井のマッサマン以上に突き抜けたコスプレや、ギャグ、コントを祈ったことで人気が爆。そこから視聴者は、各メンバーのドラマやグループの楽曲も好きになり、 国民的アイドルにまで上り詰めた前例もある。スノーマンはバラエティでの能力の高さから、令和のスマップになれるのではないかともっぱらですよね。そうした面を考えると、多少面白いという色がつきすぎてしまうスノーマンのバラエティ路線は、やはりマイナスよりも大幅にプラスですよね。面白グループとして着実に知名度を上げていき、 音楽番組などでめちゃくちゃかっこよい姿を見、そしてそこにはバラエティ番組とのギャップでの相乗効果も生まれるでしょう。今後、スノーマンメンバーがバラエティで活躍すればするほど、彼らの圧巻のパフォーマンスに惚れ込む視聴者も増えていくのではないでしょうか。全土。スマップも歩んだバラエティ路線。スノーマンは着実に、 伝説グループの後継者として育ちつつあるようだ。